こっちまで来る。ほとんどね。ここには川に降りたいなと思ってちょっと探検してます。ものすごい崖なんですよ。ちょっと気をつけないと。え、そこ塞がってる。川は見えてるね。水はあのとこ。あ、でもまだこんなに距離あるんだ。怖。あー、そこちょっと危険だよな、これ。落っこったら結構やばいよ、これ。そこどうなんだろうね。どうなってる？あ、でもそこもこう、道になってる。あ、道になってるね。行けんのかな？気をつけな、急に穴ぼこ開いてるかも。ナタ持ってくればよかったな。これは結構すごいな。あー、でも結構近くなってきたね。いや、でも相当落差がある。ある、まだ、うん、でもそこまでか。ここしか行けないね。なんかでもいい川だよね。あれでもほら竹切った跡がある。あー、結構前だね。でもね、うん、でもここもうこれ倒れ倒木かこれ。うん、ここにさ、竹の橋みたいのがあるんだよね。いや、橋じゃねえだろ、これ。単純に倒れてんのかな。いやいや、滑るね、これ。やばい。おー、あの奥か。本流だとする。あ、そうなんだ。あの、ここは河川、もう河川ですよ。へぇ、あ、河川で河原ですか。うん、河川っていうの川。あ、川、川、川、はいはい。向こうにもこれ、道あるんですって。昔はね、ここに橋がかかってたんですよ。あ、そうなんですか。向こうからこのと繋がる道が降りてくるんですよ。今ないしますよ。へぇ、ここの河原へ。はぁ、はぁ、はぁ。あ、行けるんですか。あ、無理でこれ行ったら。あ、うん、行ってみたいね、うん、でも河原。ちょっとこっち。はい。この橋はなくてね。あ、はい。道はなかったですよ、ここに。あ、そうなんですか、橋が。じゃあ、川を渡って、こっちまで来る。ほとんどね。うん。ここには、うん、長い板をこっから新しくて針金で縛っておいて、雨が降ると増水式から上がって、はい、沖の方で流れて、あのやんだ後水位が下がったら、うん、我々とか戻して、うん、当時は高みなところ行くな。それが取らなくなっちゃったから、こんだけ入るようになっちゃったってことか。これ何？これは何なの？昔はこうじゃねえか、繋がってたんですよ。ああ、ところがね、ちょっとあれ、うわー、すげー。
これを結構怖いよこれ。ここを渡りました思わぬ大冒険。おお、さっきあっち側にいたのか。うん、そこにいた。ねえ、あ、そっち側ですか。うわー、本当だ、すごい。卑怯だな。おお。あ、滝みたいになってる。すごいんだ、ここ。そこすごい。へえ。うわ、すごいな、ここ。木がこう横に待って問題の、え、え、問題の、え、問題の、お父さん、これこの川がさっきの滝みたいなところ。あ、そうです。あ、怖いよこれ。まっちゃん気をつけたよ。しゃがんだがよくね。俺張っていくよ。張ったら余計危なくない？ああ、だって俺さ、腰逆向きにならないこれ。あ、